東下学校は1886年に宮城県仙台区の清水工事に開校したキリスト教系男子校である。1892年に廃止された。仙台東下学校は明治中期に仙台で次々と設立されたキリスト教系小学校の草分け的存在であり、当時の宮城の私立中学校の中で最優秀の学校であった。 鹿野と羊館管理津宮城外国語学校、管理津宮城へ学校県立仙台中学校、県立宮城中学校と引き継がれた、県立宮城神城中学校が、第二高等学校神城下の設置に伴い、廃止された、同年の1886年に、同志社の新島城が、富田哲之助、松平正直の援助を得て設立したものである。初代校長は、 新島城。シーク・トゥルース・アンド・ドゥ・グッドをモットーに設立されるも、1889年秋に、副校長市原森博氏が米国に留学し、さらに翌年新島が死去したことで、学校運営は、瞑想を重ね、1892年に廃校。生徒や、学校設備は、宮城県立尋常中学校に編入された。一力健次郎、真山聖か。 山梨勝之進などを排出し、現在では、仙台の教育の原点とも言われている。なお、斉藤秀三郎は、かのと羊館宮城英学校に、合成の助、菅原通高氏らは、仙台中学に在籍していた。1932年、跡地に、東日学校史費が建てられた。1887年に、清水工事に建てられた校舎は、 木造二階瓦原きのルネサンス風和洋、折衷建築であった。外壁は、下見板張りで、建物正面に三角形の屋根を持つ二階張り出しを、設け、その一階部分は列柱を立てて、玄関ポーチとした。この破風の壁に、シーク・トゥルース・アンド・ドゥ・グッドの文字を掲げた。東海学校の廃止後も宮城県第一中学校。 私立東華女学校に引き継がれ、女学校とともに、東九番町に移った。私立東華女学校が、宮城県第二女子高等学校に変わってから、取り壊された。ありがとうございます。